勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。白熱の1回戦 B グループを制したのはスコア269を叩き出した小林よしみ。スコア258の今井がワイルドカード候補となった。続いては1回戦 C グループ、ハマッコフルスロットル三浦美里。デビュー戦から結果を残し続けている三浦、今シリーズ出場24選手の中で P リーグデビュー戦から3大会連続で準決勝進出を果たしているのは三浦のみ。素晴らしい戦いを見せているが、本人は物足りないようで。前回大会は片方のレーンでストライクが来ないっていう展開でどうしても悩んでしまったので、前回大会準決勝では右側のレーンで1回もストライクを出すことができず、準決勝敗退となってしまった三浦。今大会どのように改善するのか。迷うなら変えてみようっていう挑戦する気持ちで投球できたらなと思います。素早い判断でさらなる高みを目指す。アクトレスストライカー渡辺欅。じわりじわりと調子を上げて自分の中では上がってきてると思うので、前回大会1回戦ポイントランキング上位の寺下と縄を破り準決勝進出。強豪相手でも堂々とした投球を見せた。現在4ポイントの渡辺だが、今大会で勝ち上がり巻き返しを狙いたい。ここはしっかり抑えないきゃいけない。でもそういう方が多分今回何人もいらっしゃると思うんで、まあ、その中で誰が勝ち上がるかってところだと思うんですけど、私が行かせていただきますキューティーアイズ安藤ひとみ。全シリーズは3回の決勝進出、ポイントランキング2位でシリーズチャンピオン決定戦に出場し2位、大躍進を遂げたが、一転今シリーズは第3戦を終えていまだ勝利がなく0ポイント。すごく気持ちで空回りしちゃってるなっていう印象なので、ここまでは本当に反省しかないなっていう。苦しい戦いが続くが、最後まで粘り強くプレーするのが安藤の持ち味。もう今回がこのシリーズの本当に勝負どころになると思っていますので、この一戦もう絶対に逃さない気持ちで捉えていきたいなと思います。Bリーグシリーズ2023第4戦、この時間は1回戦 C グループの模様をお送りしてまいります。解説は矢野金太郎です。矢野さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、先週の B グループすごいハイスコアバトルでしたね。そうですね、うん、今言ったね258、小林芳美プロ269で勝ち上がり、そしてね236って次戦出場停止がしもいでと。そうですよね。さあ三浦、ここはいいところに入ったかと思ったんですが、天秤残りましたね。そうですね、なかなかこう10本飛ばすラインっていうのかな、うん、はまるとね結構今飛んでくれてるんですけれどもね、はい、さあそして渡辺欅です。第1フレームの1投目、ストライクスタート、ガッツポーズが出ました。いや、前回もね寺下と縄を破っての、はい、そうですよね、1回戦突破でしたよね、はい、まあ、ポイント上位の2人を相手にしっかりと勝ち上がりました。さあ一方の三浦です。おっと、ちょっとミスになってしまった。いや、これはいきなり珍しいですね。そうですね、ちょっと珍しいですね。でもね、はい、ここはオープンフレームからのスタートとなってしまいました。ただ第1フレームですからね、はい、今としっかりと切り替えてというところではあります。さあそして3人目が安藤ひとみです。はい、まずはストライク、渡辺そして安藤がストライクスタートとなりました。いや、気合入ってますね。そうですね。さあそしてオープンスタートの三浦です。まあ、今シリーズでこの P リーグデビューしていきなり第2戦で、ね、3位に入りましたからね、はい、必ず1回戦は突破しているこの三浦美里です、うん、ここはストライク、
ここからというところでね、笑顔も出ました。稲妻ポーズ。田中さん、はい、三浦美里ですが、前大会2大会連続の決勝に行けなかったので、うん、今回は同じ戦い方をしてもダメだと思って、より攻めた戦いができるボールを3つ持ってきたそうです。シリーズ2023の間に自分の納得できる完璧なボーリングをしたいですねと話していました。いやー、このね、 B リーグデビューシリーズになりますが、そのあたりもね、しっかりとしてますよね。そうですね。さあ、そしてストライクスタートの綿貫焼き、来い。さあ、第2ゲーム来た。ダブルスタートダッシュで逃げ切りたいということも言っていましたが、前回大会もそうでしたよね。そうですね、やっぱりね、先行した方がこう戦いやすいというのはありますね、うん。さあ、安藤もストライクスタート。第2フレームの1投目、はい、いい感じで来ているが、ストライク。ゲームは最後まで白熱の展開が続く。